はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネルオープン主のピオタです。さあ今回も東方玉霊級やっていきたいと思います。今回は冥界、単純冥界でございます。こちらの幻想郷の牛蜜時をやっていきたいと思います。そうですね、まあパーティーがこんな感じ、闇6、霊4、毒2、鋼2、念2となっておりますので、まあそれに対応できるパーティーを組んでおります。はい、まあ闇6、霊4ってことでね、闇6、霊4、毒2がメインで来るんじゃないかなという、ことをね、一応冒頭、頭の中に入れておきまして、それに対応できるキャラクター、あれ？でも霊属性にこれ対応できなくね？あれ？今見るっていう。霊属性は霊と闇。霊と闇。対応できないじゃん。よいしょ、これで OK か。よし、これで対応できますね。ということで、そちらの方に対応したやつで、毒属性もやれますし、毒属性専門キラーみたいな感じにね、進化を遂げた、ランさんもいますので、まあ基本何とでもなるでしょうって感じです。あーでもこれマリサを変えた方が良かったか。マリサ&、小笠ちゃんチェンジのこっちのところにマリサと小石ちゃんをチェンジで、こっちの方がいいかな。では行ってみましょう。さあどうなるか。はい、ということで始まりましたけれども、敵の、雑魚敵の数は4ですか。だいたい3か4ですけれども、最初は4ですね。どういうキャラが出るか。チビヨシカ、チビマンキ、チビじゃない、 N ルーミア。ほう、初手から進化後が出てくるとは珍しい。しかも敵にいるのは盗属性のバンキッキちゃん。なるほど、コトモリ属性。あ、でもそもそも風のやつがいるわ。風属性の盗属性、これで OK。 武闘派のミスチー、あんまり印象ないけれども、一応盗属性になってるミスチーです。まあ今回風でメインに戦いますね。盗属性 OK。 まあ弱点見なくても闇と岩はね、あの4倍弱点取れるのが分かりますね。盗属性、さあまあこういう感じの、まあ妖怪の山っつうか冥界っていうステージだったの。そういえばだから、まあそういう、ヨシカちゃんとかバンキッキちゃんとかそういう系かな。チビバンキ、チビノロイ、これリリーブラック。何これ、まがまがしいリリブロック。念と闇ってなんだよ。毒と鋼と念。ほう、闇にすげえ耐性持ってる。風と毒と鋼。毒と鋼、毒鋼念。ほう、危なかったな。ヨシカちゃんほんと万能だな。ほんとなんかもう、あのね、一家に一ヨシカみたいな。強い。いつか早っ。バンキちゃん早っ。先生技かな、持ってるのは。あーでも普通に早いな。そうか、それでも結構スピードは高めてるつもりなんですけれどもね。やっぱり敵の方が早く来るか。ちょっと警戒ですね。ヨシカちゃんちょっとスピードが遅い節があるので、ちょっとスピード強化は今後の課題にって。ヨウムちゃんマジですかよ。進化後で出てくる、しかも炎。殴るで、念属性には毒属性で、ヨウムちゃん霊と鋼を燃やせばいいんだよね。よし、オッケー。だけどヨウムちゃん最後に回したいんだよな、実は。まあでも確実にリリーブラックが最後になりそう。よいしょ。でもここでゲットはね、後回しにしておこう。耐えた、まさかの耐えた。危ねえ。でもこれ結構いいんじゃない。ヨウムちゃん欲しかったし、これちょうどいいな。てか盗属性技打っちゃダメだこれ。風属性でいいや。危ない。よし。よし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 。クリアですね。じゃあもう倍速でいいや。倍速でいいので一旦戻ります。まあこの間も倍速ですけれどもね。まあそんなの気にせず行きましょう。これで非風石をやることによって、ドドンと。かわいい。さあ戻りましょう。かまけてるわけにはいきません。まあ都合よく耐えてくれたのか。けどもね、もう耐えられちゃったからまずいって考えるべきなのか。おりんちゃんの火力はね、うちのチームの中でもかなり高い方だった印象なので、
それが防がれたとなると随分ですよ。これは霊闇、霊闇。弱点が念しかない。念技持ってるキャラいたか。念技持ってるキャラ、念技、あー誰も持ってない。いたいたけど危ない危ない。おりんちゃんでもこれ属性が完全に一致してないからな。絶対耐えてくる。そうか、でも弱点取れるならまだいっか。てか小笠ちゃんも早強っ。マジか。全体攻撃、ゾンビポリューション、おっきい。ヨシカちゃん HP 回復できるのでかいな、やっぱり。これで、オッケー。あー、ダメだ、強い敵が。敵強くないですか、普通に。さあ、次行きましょう。普通に敵が強くてびっくりする。お、今回敵は3体。さあ、行きましょう。さあ、けど、チビルーミャ、チビヨシカ、チビユーカ。なるほど。盗賊性、地属性、闇には盗賊性。オッケー。やっぱ盗賊性2体入れは正解ですね。よいしょ。まあ倒せるか倒せないかは別問題なんですけれどもね。チビ状態なら倒せるはず。オッケー。いいですね。よし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 。いい感じに今のところできてますね。さあさあさあ、行くぞ。こんなところで負けてたまっかい。てかアイテム少なくない？こんなに回収に手間がかからないのも珍しい。チビヨシカ、H ヨシカ、チビかな、H ヨシカ、うお、かっこいいけどなんかもう完全ゾンビじゃねえか。地、霊、断り、闇。なるほど。そうだね。こうせば OK かな。地属性のゾンビポリューション。どうしよっか。これはヨシカちゃんに。そうだね。ちょっと怖いから。ランカマの方の進化後のヨシカちゃん狙いましょう。帰れ。よかったよかった。2人合わせないと絶対死ななかった。これはこれは最高の考えの方が合ってたね。よしよしよし、オッケー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 。よし、倒しましたね。微妙に火力が足りてない両方とも。なるほどね。ここに来て火力不足か。でも弱点取ってでも2倍だぞ一応レベル的には。それでこれか。チビルーミャ、チビユーカ、呪い子ですね。盗賊性、盗賊性、あとは粘属性かな。そうだね、粘属性。お兄ちゃんはやっぱ万能だな。でもちょっと今結構まずいんだよな。盗賊性でさらに活属性持ちのね。ミスチーが死にそう。切って、オッケー。あー耐えてる。やっぱ属性一致してるのかな。きついね。さーて、まあ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 、なんとでもなるからいいけどもさ、そこのところは。よし、倒しました。あーもうこれは疲れる。さあ行きましょう、次。さあ、3階は、雑魚敵4体ですね。4体か。なかなかばらけてますしね。厳しいな。H 小町、チビユーカ、N ヨウム、マジか、進化後が2人。しかも、N ヨウムはさっき、思いっきり耐えてきたんだよな、チビユーカ、N ヨウム、そうですよね。なるほど。まあ、とりあえず、弱点取れるキャラクターは、おのおの弱点取っていきましょう。こうだ。これだ、これだ。ゾンビフェアリー、殴る。で、ゾンビポリューション。さあ、まず、次へと確実に倒せる。両方ともが、ビーンタイム、危ない。危ない。危なくない。スクリーンイーターで、上回復。イラ技でゴリ押し。で、ゾンビポリューション回復。OKOK。これで多分回復が、ちょっとのごめん。HP4、4もでかいでかい。よし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 。マジか、これ一応レベル25のクエストだろ。おかしいな、難易度が。いや、難易度がおかしいっていうか、強化不足なのかな、やっぱり。N4 のチビノロイコ、チビルーニャ。そうなんだよ、チビノロイコちゃんは一発で落とせないから。そうだね。チビ4、耐性王。耐性王？何その耐性数。嘘だろ。どうしよう。まぁ、ちょっと、あえて、防ぎだけど、小石ちゃん使って、ちょっと全体攻撃で削ろう。スプリンイーターは回復。ブランブリー、ローズガーデン。で、削れるやつは削っていきましょう。強っ。強っ。うっしょ。マジで？小石ちゃん強化し、結構したって印象あったけど、まさかここまでとは思わなかった。これは、もういい。包み隠さず使っていく。
まあ結局毒属性は絶対耐えるのは確定なんですけれどもね。でも呪い子ちゃん角1でいけるのはでかい。呪い子ちゃん角1はでかいよ、本当に。さあ、いつも通り止まりましたね。まあ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 、いつも通りなんで。しばらく経ったらブシャーンつってバーンつってズリガーつってね、ウェーバーラボーみたいな感じなんで。まあそこのところは気にしないでもらって、さらに2を打ちづらーつって。オッケー。まあいつもね、僕はこの時間暇だからやめてもらいたいんですけれど。暇だしビビるしでね、いいことない。いやでも、のほいこちゃんワンパンは強いな。角1ワンパンはでかい。さあ、残り1体を求めてやってまいりました。さあ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 。お、これは全員落とせるんじゃないか説。粘属性には断り属性。そんなことも知らずに、普通に上から殴れそう。グランブリーローズガーデン。粘属性。そうだね、毒属性。強い。強すぎる、こいつ。マジか。やっぱ上から殴るのって大事だな。なんか気分が晴れる。いやなんかそれだけですごい気分が爽快ですね。さあということでボス行ってみましょう。ボスはね、小石ちゃん使っても多分無駄だろうし、まあうん、一瞬出てきたキャラによっては使おうかなって思いましたけど、あでも使おうか、これは。うん、小石ちゃんが刺さるキャラいる。で燃やすのと、これは、毒鋼粘、毒鋼粘。まあ、多分、粘属性のね、リリーブラックちゃんだけは動く。これはね、ヨシカちゃんよりさっきスピードが速いのは、確認取れてるんで。で、オリンちゃんは、スプリンターでの回復も一緒に狙いましょう。さあ、どうなる。まずは、そこに落とすの？予想外の範囲を小石ちゃんがカバー。マジか。マジなのか。もうなんかもう言葉がほぼほぼ出ない。強っ。いやもう小石ちゃんの強さ、小石ちゃんどんな強化率？あー、速度が64の攻撃53。こりゃ強いわ。マジかよ、こんな強化率だったか。むしろ、こんな強化率じゃないとあそこのエリアじゃ通用してこないってことか。だって今レベル25ってことは35だったら、もう下手しなくても死ぬよ。何人もの犠牲者が出ますよ。それはまずいっすね。はい、じゃあということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。